はい、皆さん、こんにちは、えー。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、あのー、気になるニュースということでね、えー、今先ほどニュースやってたんだけど、それをちょっと今回言及させていただきたいと思います。いわゆる GoToEat っていうのは、取引貴族のね、取引の錬金術になるもので、たった一杯だけ飲んで600円くらい稼いでね、行くっていう、そのやり方、これ何回も繰り返してね、かなり稼いでいくっていう手口ね、えー、こういったところが問題になってたんだけど、今回は、 東京都内のね、居酒屋、名刺センターということで、10月15日に投稿した連続ツイートがインターネット上で注目を集めたということ。それによると、オンライン予約サイト食べログを通して予約した客が予約通りの入人数でね、来店せずに、えー、送客手数料分を支払うから10人で予約したことにしてくれと不正を持ちかけたということです。えー、同点は不正に加担したくないという思いから提案を断った。すると客は口コミ悪く書くから、 という脅迫まがいのセリフを発揮して500円のタコブスの代金だけをしゃって食べずに帰ったという。客は昨日も、えー、一昨日も警察来たと言っていた。だが事態まだ続く。同じ日にまた食べログ経由で、えー、予約があり、今度は人数を変えてね、来店。えー、店側が営業妨害と判断し、今後は来店してほしくないという旨を伝えたところ、その場に居座り、えー、帰る素振りを見せなかった。 最終的に警察呼んだことでその場は収まったという、その迷惑な客も昨日も一昨日ですもね、警察来たと発言していたといい、他の店でも同じようなことをやっているようだ、えー、同店の直後のツイートで、飲食店の方々注意してください、GoTo eat、えー、こちらとしては失われた期間を取り戻すために、藁をすがる思いで参加しました、いろんな人が出てきますね。これ、ただただ悲しいですと注意を呼びかけたということです。同店は新型コロナの感染流行期反発商店を11月に閉店することを発表した。 一連の連続スイートでは、毅然とした態度、素晴らしいと思う。変な方もいますが、負けないでくださいと、店側のね、えー、対応を称賛したり、応援したりするリプライが相次いだということです。GoTo イートを巡っては、焼き鳥支援、鳥貴族で席だけ予約し、政府発行の無料クーポンの小最小が大きく下回る、ねえー、金額の料理一品のみを注文、その後、ポイントの差額を懐に入れる鳥貴の連携の話題になったばっかりということですね。 あるわけだけだどこの件に関して今回研究させていただきたいと思います。まるで小じですね。えー、小じきと同じことをやって恥ずかしくないのかなってね。自分が貧しいってことを、ま、もろにそれを出してるようなものですよね。いい年してそれはないでしょってあんたやってね。俺もしその場にいたらちゃんとはっきり注意してやりますよ。えー、で、えー、その中でね気になるのは、まずね、これは不正ですよね。だって、 1>, 1人で来てるのに2人とか10人とかねえ、それはダメじゃないですか。不正を言って、不正によって税金を取ろうとしてる、このいわゆる不正っていう生活保護の不正受給とかねいわゆる、いわゆる今の給付金なんかも、ね、不正受給が行われてるこの世の中ね、非常に悪いやからもういるんだなって思いだと思うんだけど、その中でやっぱりそういった詐欺、卑怯なことをして犯罪をしてね、えー、それに対して店,に加担し店は加担したくないですから、それはことなの当然じゃないですか。 それに対して、ねえー、結局それを断って言って、えー、それをまた来た時にまた言われて、それを断ったらいきなりねで、もう帰ってくださいっていう風に言ったら、そういう風に悪く口首を書くなんていう脅迫窓、これも脅迫だからね、えー、そこらへんしっかりやっぱりやるべきだと思うんですよね。だから、こういうとこを見ると、本当にね、だからこのテンション、さっきテレビに出てましたけど、うん、やっぱり非常にねあの災難だったですね。 自分がもしその立場ならば訴えますね、正直な話、えーでえー、そこら辺をしっかりとやっ,ぱやっていかないといけないし、本当にこういうことをやって、まっとうに生きている人がね、真っ当なまっとうな人が損するような世の中じゃだめだと思うんですね、こういう卑怯なことをする輩がね,ねあの得するような世の中じゃ私はいけないと思うんです。ということで、まあ、今回、非常に気になる問題ということで。 えー、しっかりお前やれよって感じでね言いたくなりますね、本当ね、えーまあ、本当にそこら辺も、ね、思うところです。うん、まあ、とにかくこういったね今、いろんな問題が起こってるんだよ、ね、このでいわゆるあの強盗とかね詐欺とかいっぱい流やってます。その中で、やはりもうこういうね、まあ、いわゆる新型コロナで不景気によって、不景気ってまあこれ全世界なんだよね日本だけじゃなくて全世界でやっぱり治安が悪化してるのは事実であって。 えー、とにかく、悪に対してはやっぱり正義を見せる、まあ、このチャンネル見てる方は、警察の方もいっぱいいますからねあの、私は正義の見方としてね、見わさせていただきますけど、しっかりとやっぱりやっていくのが重要じゃないのかなって感じはします。悪を凝らしてみる、完全懲悪の水戸黄門じゃないですけどね、えー、そういった気分です。